いよいよね。みんな、準備はいい？もちろん。もしかしてルイちゃん、緊張してる？少しだけね。今回は特別なライブだから。ルイちゃんにしては珍しいな。むしろうちは楽しみすぎて震えとるわ。そうだね。なんてったって今日はミクちゃんとの共演ライブだもん。うん、私も今すごくワクワクしてるよ。トリエルとの共演ずっと心待ちにしていたから。はぁ、分身の術が使えたらな。もう一人のうちは客席から見られたのに。何言ってるの、まったく。でもみんなと話して少し緊張もほぐれたわ。ありのままに、思いのままに、今日のライブを4人で楽しもう。うん。あ、でも今のうちにみんなへ伝えておきたいことがあるの。お？ライブ出演のオファーですか？私たちトリニティエールに？ああ、あるアーティストのイベントだ。初音ミクって聞いたことはあるかな？は、初音ミク？うわ、びっくりした。ゆーちゃんがそんな声あげるの珍しいね。だって初音ミクって、え、なんでテンション高いのうちだけな？ごめん、あまり詳しくなくて。名前は聞いたことがあるけど。ごめんなさい。私も同級生に聞いてるって人がいて、曲を聴かせてもらったことがあるくらいで。そっか、マネージャーさんはもちろん。ああ、広い世代に人気のバーチャルシンガー。そうです。十数年前の8月31日、突如ネットの世界に現れた歌姫。既存の概念や方法論にとらわれない自由な音楽性と、聴き手の心へダイレクトに響く歌声、そして様々な衣装を瞬時に着こなす愛らしいビジュアル。それら全てが日本中、いや世界中で愛されてる大人気のバーチャルシンガーなんよ。おお。ありがとう、全部説明してくれて。任せてください。うち初音ミクちゃんはガチなんで。キリ。でも、なるほど、アイドルじゃないから私は疎かったのかも。ヴィーナスプログラムは未登録だし、事務所にも非所属。アイドルランキングとは無縁だからな。これを機にルイちゃんも聞いてや。めっちゃおすすめの曲ばっかよね。なあなあ。わかったわかったから。ちょっと圧がすごいってば。その初音ミクちゃんから私たちにオファーが来たってことですか？ああ、今度の8月31日に初音ミクさんが出演するマジカル未来テンスアニバーサリー in ヴィーナスステージが開催されるんだ。今回初めてゲストを呼びたいらしく、それにトリエルが選ばれたんだよ。はい、うちら3人喜んで出演します。これはもう話をもらう前からの決定事項やって。どういう理屈なのよ。っていうか、ユウってこんなキャラだったっけ？好きなものには愛を惜しまないだけやって。それより出演しようやな。そうだね、せっかくオファーしてくれたんでしょ。だったらちゃんとそれに応えたいよね。まあ確かに断る理由はないわね。私も異論ありません。ぜひ出演させてください。わかった、先方にはそう伝えるよ。近いうち顔合わせの機会も用意しよう。やったー、ミクちゃんと顔合わせ。顔合わせ？バーチャルの歌姫なんですよね。どうやって顔合わせするんですか？はじめまして、初音ミクです。トリニティエールのみんな、よろしくね。